東方探求日誌では、東方に関する様々な情報を紹介していくわ。原作や二次創作、膨大な量の作品がある東方作品を、ここで網羅していくってわけだな。私たちも復習と勉強をしながらの紹介になるから、重要な情報が抜けてしまったりするかもしれない。それはいずれ、バージョンアップしてもう一度動画を作るから、最初の方は我慢してね。でも、これから東方を知っていくって人たちには、ざっくりと東方を知ることができるから、一緒に東方をもっと知っていこうぜ。東方探求日誌第1回は、2002年に登場した、東方高魔教、旧作が終わり、新しいスタートを切った東方シリーズの第1弾。まずは初歩的なことから紹介していくわ。東方シリーズは弾幕シューティングゲームと言われるもので、弾幕とついてある通り、迫り来る敵の攻撃が普通のシューティングゲームよりも多いの。旧作ではブロック崩しなどの要素が入ったもので、今とはだいぶ雰囲気が違ったから、弾幕シューティングとしての東方は高魔教からになるわ。弾幕シューティングそのものは、高魔教以前から存在していて、有名なところだとドドンパチ、ストライカーズあたりも弾幕になるのかな。要は高魔教が弾幕シューティングの元祖ってわけではないのよね。それでも東方が弾幕シューティングゲームの知名度高めた、要因の一つであることは変わりないわ。2000年代には弾幕シューティングがたくさん出始めたけど、東方をきっかけに弾幕シューティングを始めたって人も少なくないわ。東方の二次創作の寛容さが、東方という作品の知名度を上げて、原作を広め、結果的にゲームジャンルも広めたぜ。高魔教は弾幕シューティングとして、後から出るシリーズと比べると、難易度はそこまで高くない。でも、初めて弾幕シューティングを触れる人にとっては、4面あたりから道中の弾幕もなかなか濃く、気づけば逃げ場を失ってるってこともあるわ。3面道中の命令も、いきなり弾幕が濃くなってるから、油断はできないぜ。高魔教に登場するキャラクターたちを、順番に紹介していくわ。1面で戦うことになるのはルーニア。高魔教で起きた異変とは全く関係なしに、私たちの行く手を遮ってきて、私たちにやられたわ。1面ってこともあって、シューティングゲームが苦手な人を除けば、ノーマルで簡単にクリアできる相手だ。時期を狙う直線的な攻撃と、ゆっくりと全体に広がる攻撃が特徴ね。なるべく画面の下の方で構えて、弾幕の隙間が広がるのを待てば、時期狙いと広がる攻撃の複合も、そこまで脅威じゃないぜ。続いて2面で登場するのが、道中は左の大妖精、ボスを担当するのは右のチルノよ。2面は妖精コンビだな。大妖精は序盤は全体に広がる弾幕、後半は時期の逃げ場を封じつつも、時期を狙った弾幕を撃ってくるわ。でも、序盤はしっかり隙間を見て、後半は不用意に動かず、横に避けていけば簡単に攻略できるわ。チャージするような音が聞こえるから、タイミングもわかりやすいぜ。チルノは時期狙いの直線的な弾幕と、バラ幕弾幕の複合で攻撃してくるけど、ここはまだ簡単ね。問題なのは次の弾幕、パーフェクトフリーズだ。弾速の違う弾幕をばらまき、途中で停止させ、プレイヤーが待っている間に次の弾幕を撃ってくる。それを回避したと思ったら、停止していた弾が四方八方へ動き出す。弾速は速いわけじゃないけど、新しい攻撃に一瞬戸惑ってしまうかもしれないわね。まあ、それでも2面だ。すぐ慣れるさ。3面を担当するのがようやく異変に関係している、高魔館のキャラクター、本命リンよ。花びらのように広がる弾幕は、まるで花火みたいだけど、弾速の違う弾の間を通らなきゃいけないから、しっかり集中するんだぜ。道中のメイリンはまだいいとして、ボスとして登場した際には、虹色の複雑な弾幕を撃ってくるわ。隙間はあるけど、バラバラに飛んでくるから、最小限の動きで回避しつつ、次の移動先を見つけないとね。異変だからやる気あるんだよな。最近はやる気出してるとこ見てないけど。4面に登場するのが左の小悪魔と、四面ボスである左のパチュリーよ。ぶっちゃけ4面はこの二人よりも、道中の弾幕が結構難しいから、パチュリーにたどり着くのも結構苦労するぜ。小悪魔は大きな弾を撃ってくるけど、見た目の割に当たり判定は少ないのよね。パチュリーの攻撃も見た目の割には、結構シンプルな動きだから、道中で集中力を切らさないようにすれば、案外クリアできるぜ。問題は5面担当する昨夜との戦い、4面と同じで、道中もなかなか激しい弾幕の嵐だけど、昨夜の能力は時間を止めること、弾幕をばらまき、直後に時間停止、時期狙いのナイフとそうじゃないナイフが、事前にばらまいた弾幕と合わせて襲ってくる、入り乱れる弾幕を回避しながらも、昨夜にダメージを与えつつ、次の移動先を見ておかないと、逃げ場がなくなる危険性もはらんでるからな。まだ気合で避けられる感じではあるけど、この辺から弾幕への慣れがかなり関わってきそうなのよね。次の面が最後だから、残機を温存しておきたいのに、昨夜は無慈悲にも削ってくる、容赦ないよな。そして、最後の6面を担当するのが今回の異変の元凶、レミリア・スカーレット。道中昨夜も出てくるが、高速の弾だけどシンプルで、初見でやられることはあっても、2度目からは案外難しくはないぜ。でも、レミリアはそう簡単にはいかない、入り乱れ。
高速で、大きい球も打ってくる。序盤こそ逃げ場が少ないけど、シンプルで集中すればなんとかなるけど、どんどん演出も派手になっていって、避けることに集中してるとレミリアがどこにいるのかわからなくなっちゃうわ。ボムの使いどころが勝敗を分けるぜ。避けられないと思ったらボムを使って消しておかないとな。メインのストーリーはルーミアからレミリアまでの、1面から6面で終わりにはなるけど、レミリアを倒すと新たなステージ、エクストラステージで次の相手が現れるわ。エクストラステージでは、レミリアの妹、フランドール・スカーレットが登場する。道中のパチュリーは紙面の時よりも、激しい攻撃をしてくるぜ。だけど、パチュリーが道中のボスになってるのが頷けるほど、フランの弾幕は激しいわ。まさしく四方八方から弾幕がやってきて、今まで左右と上方向に集中していればある程度避けられていたけど、下方向からの弾も注意しなくちゃいけない。途中でフランは姿を消して、弾幕の回避に専念する時間もある。どんどん避ける隙間がなくなっていき、最後の弾幕は波紋のように広がり、画面をどんどん弾で埋め尽くしていく。次第に速くなり波紋も増える。早く倒したいと思いつつも、徐々に増す弾幕に根負けするってこともあるわ。エクストラステージのボスに恥じない。きつい弾幕だぜ。今回はこんなところね。本当は実際のプレイを見てもらいたいけど、今、高魔境をプレイできる状態じゃないから、いずれ別で動画を出したいわね。メタ的な話をすればプレイするのはウプ主なんだけど、ウプ主は平凡なプレイスキルだから、ボムなしのミスなんてのはできないぜ。クリアするためには何度も戦うのが必須だけど、本当に行き詰まった時は、他の人のプレイを見るのがおすすめよ。想像しなかった回避方法とかあるからな。高魔境の紹介はまだ終わってないから、また次回のパートで異変やキャラクターに触れていくわ。高魔境以外にも、東方に関することをここで紹介していくから、東方のことを簡単に知りたい人は、ぜひ次回も見てね。次回もよろしく。